皆さんこんにちは、大瀬です。5月の26日に行われました B リーグチャンピオンシップファイナル、琉球ゴールデンキングス対広島ドラゴンフライズ。結果としましては、広島が見事な、逆襲リベンジを果たすことになりまして、63対72で、琉球ゴールデンキングスが敗北し、そしてチャンピオンシップ優勝は第3戦目までにもつれ込む形となりました。琉球としては前半これリードしていたんですけども、後半これ広島の逆襲、やはりこの広島の後半の追い上げがこの中地区そして西地区の王者を破った原動力となっている本来のこれ広島だったと思います。今回のゲーム2のこれ感想を述べていきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回琉球ゴールデンキングスがこのゲーム2落とす形になってしまったんですけども、前半と後半でやはり雰囲気が変わってしまったというのが、まあ、第一の感想でございます。これ前半は最初広島としてはもう後がないので、川田チリジ選手を入れて3ビッグを展開、そして無理くりアドバンテージを作りまして琉球から先手を奪う形となりました。さすがにこれ体力満タンのエバンス選手と手負い状態の今村選手をマッチアップというのは少し、酷なところでございまして、そこをもう少し早くカーク選手とビッグロー選手を投入してもよかったんではないかと思っています。まあ、これで1クォーターはこの琉球ゴールデンキングスが相手のインサイドのこれアドバンテージプラスやはり3ポイント、今回はこの3ポイントが全後半通じて広島が高い精度を誇っておりまして、まあ、そこも琉球後では振り返りのポイントになるんですけども、広島としてはこのやりたかったオフェンスディフェンスをこの40分間通して多くできたので、今回は広島にこれ流れと軍配が上がったのではないかと思いました。しかし琉球ゴールデンキングスをこれただでやられるわけにはいかず、相手のこれ3ビッグに徐々に対応し始めましたら、これ2クォーターで逆転という形になりまして、そこから琉球ゴールデンキングスの、まあ、オフェンスが相手広島ドラゴンフライズに刺さりまして、一番の見どころで言いましたら、パスワークからの最後ビッグロー選手がフリーで決めるという展開。今回もね、これビッグロー選手のこれワンオンワンオフェンスの鬼が、炸裂しておりまして、やはりビッグロー選手がスペースがあったらすぐさま2ポイントを打てるというこのビッグロー選手の強みをこれ活かしているところだったんですけども、やはり今回問題となった後半、これ後半では広島がこれトータルで言ったら、まあ、20得点超える場面もあったんですけども、抑え込んではいるんです。実際琉球もディフェンスでこれプレッシャーディフェンス、ダブルチーム、ショーディフェンス、トラップを仕掛けて相手からターンオーバーを誘発してそのままレイアップを決めるというこのファストブレイクの速攻っていうのはこれ琉球ゴールデンキングスディフェンスができていたんで良かったんですけども、問題は琉球のオフェンス。今回この琉球のオフェンスでターンオーバーがこの後半で集中してしまいまして、事実、琉球がターンオーバーからの失点が今回23得点生まれておりまして、点差で言ったら9得点になっていますので、このターンオーバーからの失点を半分に抑えるだけでもこれ広島ドラゴンフライズに逆転を許すことなかったという事実が隠されております。広島のこれ3ポイント成功率が6割を超えておりまして、特に山崎選手がやはりシューターとしての活躍、そしてアイザイア・マーフィー選手だったりブラックシアジュニア選手だったり、この3ポイントが得意な選手は決めていて 60% は超えているんですけども、点差でいったら9点差、これ3ポイントを3本落としたらこれトントンになっていたという事実なんです。となるとどこかといったら琉球のターンオーバーが今回は最大の敗因になったのではないかと思います。まあ、琉球が不用意なパスミスからのこれファストブレイク速攻だったり、また広島としては相手に自由に打たせないこれディフェンスを披露しておりましたので、24秒でシュートまでは繋げるんですけども、理想のシュートを打たせてはいなかった。そこを狙って広島としてはこの3ビッグの展開でフィジカルで強引にこれ押さえつける展開だったり、また琉球のアクシデントとしたらビッグマンのファールトラブル、今回はアレックス・カーク選手がファールアウト、クーリー選手もこれファールトラブル犯してしまいまして、自由にこれインサイド陣が動けなかった、インサイドが自由に動くことできなければこれ川田チリジ選手の強烈なフィジカルを使ったダンクだったり、またエバンス選手のカットイン、そしてブラックシアージュニア選手のスリーポイント、インサイド外国籍選手がやりたいプレーをこれどうしても後半では琉球止めることがなかなか難しい展開でしたので、琉球としてはどんどん差が広げられてこれ追いつけなかったという展開でございますけれども、琉球最後の最後にこれ予兆を見せたのは岸本選手の時間を使わずに3を一発で決めるとこだったり、ビッグロー選手も同じく3ポイントを決めてくれまして、
琉球としては最後の1秒まで諦めない、これ姿勢を貫いていた場面でございます。ここでまた琉球惜しいポイントで言ったら、琉球のこれ中心選手であるガード岸本選手、ウィング今村選手、そしてインサイドクーリー選手、この3選手の得点が最初生まれなかったのが少し辛い場面だと思います。この3選手が先導を切るだけで琉球は士気がより一層大きく上がってきますので、特にあの岸本選手のスリーポイントを決めた時にはファンブースターが一斉に喜ぶ瞬間っていうのはもうタイミングも合っておりますので、岸本選手がスリーポイントを決めたら、これ琉球選手のみならずファンブースターのボルテージ一発でこれぶち上がりますので、ゲーム1ではこれ岸本選手が前半からスリーポイント積極的に打って決めていたんですけども、このゲーム2ではこの後半の残り時間少ない時にこれ1本決めたという、この岸本選手を抑えた結果、相手広島としては得点源を抑えることに成功、琉球としては士気雰囲気を上げたい時になかなか岸本選手の爆発がないため、そこが少し停滞してしまったという、まあ、辛い展開かなと思いました。このビッグロー選手がこれ一人で切り開いて入れるシーンもいいんですけども、それを最初に岸本選手、今村選手、クーリー選手がこれ作り上げていたらより一層花丸だったと思います。ゲーム2もこれ琉球後がなくなりましたので、いよいよ明日行われる琉球対広島のゲーム3、この瞬間がもう泣いても笑ってもどちらかの優勝が確定するという瞬間でございます。チャンネル登録お願いします。こうなった以上琉球が優勝する可能性もありますし、逆に相手広島ドラゴンフライズもこれ後半この勢い、これワイルドカードが決勝に行ったら優勝できるというこのジンクスがありますので、お互い地区2位のチーム優勝、ワイルドカードのチームが優勝、そしてアウェーの席にいるところが優勝など、いろんなねこれもジンクスオカルトっていうのはあるんですけども、それをどちらかが必ず潰す形になります。当然琉球としてはそのオカルトで気負いするっていうことはさすがにないと思うんですけども、まあ、怖いのは広島の逆襲とスリーポイント、そして相手がまた無理くり3ビッグを作る展開であれば、これ桶谷ヘッドコーチ含めこれコーチ陣がこれ大胆な采配をできるかどうか、このゲーム2では相手の広島が大胆な戦術を駆使したので最初主導権を握れた、琉球としてはそれがどんどん後手後手後手になってしまって、最後はターンオーバーで相手に得点を献上してしまったという、まあ、琉球ゴールデンキングスの、まあ、一番の敗因になってはいますので、このゲーム3では当然ターンオーバーの数は少なくなんですけども、岸本選手、今村選手の3の積極性をもっともっとこれ増やせば、これ琉球ゴールデンキングスがさらに勝利に近づいてくると思いますので、ゲーム3はこれ現地観戦できずバスケットライブ上で観戦なんですけども、琉球ゴールデンキングスが優勝できるように応援をネット上でこれ盛り上げていきたいなと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。